姉川の戦いに勝利したものの、その後の信長の攻勢は苛烈を極めた。朝倉家はあえなく滅亡、浅井家もまた小谷城に追い詰められる。ここに至って長政はお市を織田家に返すことを決めた。織田家への道中、お市が目にしたのは花咲き乱れる草原であった。長政が花で満開になれと願った地である。長政の理想を夢で終わらせてはならない。お市は長政の望む国を実現するため、自分の手で長政を支えることを決意する。離れてみて分かった、私とあの人をつなぐ絆。第4話、小谷城の戦い。愛が私を強くする。長政様は争いが終わるまで織田に戻り待って、でもそれはできない。私は愛されるより愛したいから、長政様を支え共に生きていきたい。織田城は目の前ぞ、一気に攻め上れ。城には長政様が、ここで止めなければ。おいし、どうかされたのです。ごめんなさい、私は織田には戻れません。開門。早く早く長政様に会いたい。もう城内にまで敵が。守りを固めろ。長政様、すぐ参ります。ここで果てるわけには参らぬ。よく死に場所を得たわ。Yeah!
この展開はさすがに無理。一、なぜここに。長政様、あなたが争いのない国を築くというのに、それを待つのです。一緒に築きたい。支えられるだけでなく支え合いたい。だからどうかそのようにさせてください。ありがとう、一。共に生きよう、ずっと。長政様、よかった。これで城内の敵は片付きましたね。愛を貫く信長に抗うか。ならば花向けに地獄をくれてやろうぞ。開門。進め。四方から敵が。無理だ、我らでは防ぎきれぬ。皆戦う気力を失っている。一の参戦で、それがしは勇気をもらった。一がいれば、この一さ、流れを変えられるはずだ。皆これより強い敵、織田本陣をつけ。叶えてみせる。次行くよ。進め。お一様が織田に戻られ、小躍りしとったっちゅうのに、なんでまた戦わねばならんのだ。開門。我が命の捨て所、ここではないわ。お見事。一はお役に立てているでしょうか。もう少し聡明な方かと思っておりました。賢い戦略が全てだね。この人に教えられました。心に迷いがありましたか。Yeah!
愛する長政様のため二度と織田には戻りません。そこまでやるな。ここはそれがしに任せ、共に行こう。はい、長政様。敗北間近の戦をここまで導かれるとは。お市様がおられれば浅井家は勢いを取り戻せよ。よく死に場所を得たわ。なおも地獄ぞ。一、そなたのおかげで城を守り抜けた。いいえ、二人だから守れたのです。二人なら乗り越えられます、どんなことでも。